にちは。こんにちは。グラッピーの清水です。グラッピーの池田です。今日は、いつからでしたっけ ?25日。25日、金曜日、5月25日から、6月10日まで、日曜日までやってます。スワーブのポップアップストアの、ご紹介です。で今日は、まさかの、モロかぶり、シャツのモロかぶり、今日この、スワーブの新作のシャツを着てきました。朝来るとまたかないで今日でご紹介します。で、店頭でよく短パン欲しいっていう方には、だいたいこのスワーブのパンツをおすすめしてるんですけど、今日池田くんも履いてます。はい、そうですね。かなりもう愛用してるんですけど、自転車だけじゃなくて、こう、アウトドアなシーンですね。キャンプとか、にも普通に使える短パンです。で、すごい頑丈なんで、全然こう、お尻も破けてこないし、薄くもならない。これはまあ、凄まじいタフさだなと、思っております。はい。今日紹介したいのはですね、この新作のスワーブのシャツ、トップスが、4型ありまして、その新作のものだーっと今紹介してるんですけど、まあ、僕たちが着てるのが、シャツですね、半袖のシャツで、これと、で3色このネイビーとこれタンですね、ブラウンというかタンと、オリーブですね、はい、この3色になります。基本的にこの3色ですね。で、あとはこれの長袖バージョンのこのシャツですね。これも3色、タンとオリーブとネイビーですね。で、次がこのワークジャケット。こんなですね。あ、さっきこれちょっと見せたでしょうか。これが長袖のシャツですね。長袖のシャツ。で、次がこっちがワークジャケット。でこれは女子にちょっとオーバーサイズで着ていただくと可愛いかなとうちの、ファッション番長の岡田くんが言っております。岡田くん一押しの方ですね。これがはい、これですね。あ、なんかあるんですね。ここに隠しポケット内側にポケットがあるとありますね。はい、いいですね。はい、であともう一方ありまして、はい、これがテーラードジャケット、まあ、ブレザーですね。これも3色同じようにあります。商品名はブレザーですね、なっております。で、あとこれ何がすごいかって言いますと、すごいというか、ちょっとカンペ見せてくださいね。この布なんですけど、この使ってある素材ですね。これ実はメッセンジャーバッグとかバックパックとかよく使われているコーディラを使ったもので、コーディラコンバットウールというリップストップファブリックですね。引き裂きに強い素材を使っております。で、あと何がすごい、さっきのアパレルの矢部さんじゃない矢野さんが驚いたんですけど、ウールが混ざってる、リップストップなのにウールが混ざってるという、半分ウールが、素材が 49% がウール、ナイロンが 48%、ポリウレタンが 3% になってます。で、ウールが入って引き裂きに強くて、そしてストレッチが効いてるという、すごく動きやすい素材になってます。で、あとまあウールが入ってるんで、夏涼しく、まあ涼しいんですかね。で、冬はそこそこ暖かい、なかなか気の利いた素材になってるんじゃないかなと思います。で、ですね、あとはですね、そうですね、値段を言っておきましょう。はい、シャツ、このシャツ、あ、ちなみにサイズですね、サイズ。僕が163センチぐらいで、太めです。で、L サイズ。で、こんな感じです。で、池田くんが、はい、172センチで、M サイズですね。
中型っていうんですね、うん、標準体型、はい、でこんな感じですね、はい、こんな感じです。で、値段なんですけど、半袖のこのシャツ、これが 14,800円、はい、で、長袖が、こっちです、長袖シャツが 17,800円、はい、で、こっちのワークジャケット、ね、はい、これが 24,800円で、もう一つ最後のブレザー、はいですね、ブレザーも同じく、はい、24,800円になります。で、今なら各サイズ、店頭にありますので、実際に着ていただいてサイズ感とか確かめながら着ていただけるんじゃないかなと思います。で、このシャツの他にも今あのスワブのデニムなど、お、これもコーデュラー入ってますね。これコーデュラーもありますんで、これもあのぜひぜひ見ていただければなと。で、この辺はあのうちのファッション番長の岡田くんに説明していただこうかなと思いますんで、で、あの岡田くん繊維の話するとすごく長くなるので、興味のある方はあのリクエストください。あ、あともう一個、はい、同じ素材のキャップも。入っております。ちょっとサイズ大きめですんで、頭の大きい方でもすっごい入ります。では、6月10日までですかね、はい、ポップアップストアやってますんで、よろしくお願いします。お願いします。